開会式での中国選手団2008年北京オリンピックの中国選手団は2008年8月8日から8月24日にかけて中国の北京を主として開催された2008年北京オリンピックの中国選手団及びその競技結果。今大会は金メダル48個、銀メダル22個、銅メダル30個の合計100個のメダルを獲得した。金メダルと 同メダル獲得数は過去最多を記録し、合計獲得メダル数も過去最多を更新した。その一方、2017年には3名のドーピング違反が発覚し、いずれも金メダルを剥奪された。開催国であるため、ほぼすべての技に対し参加枠が与えられ、全競技に出場した。役員を含めると1099人の大選手段であった。 48個の金メダルを含む100個のメダルを獲得し、2009年、ローレウス世界スポーツ賞の年間最優秀チームに選ばれている。女子飛び板飛び込み金メダルの各賞賞、ライトヘビー級金メダルの超、小平中国 VS オーストラリア、体操男子個人総合金メダルの陽武氏、男子トランポリンの表彰式、ウエイトリフティング男子 56kg 以下級金メダルの、 流星戦柔道女子 52kg 以下球金メダルの、ショートマイバドミントン女子シングルス金メダルの超安氏、女子10メートルエアピストル金メダルの各分、中国 VS アメリカ。ありがとうございます。